ちょっとまたもや軽トラが、はまってしまいました。今度はですね、ここの方、ここはあのくぼみがあって板を引いてたんですけど、この板が劣化して割れてしまったんで、くぼみにこう、はまってしまっており、それでちょっと、まあ、一応軽トラできたんで、まあ、これでできるかどうかわかんないですけど、軽トラで引っ張ったらいけるぐらいかなと思ったんで、軽トラでちょっと引っ張ってみたいと思います。まずロープを設置します。じゃあ引っ張ってみましょう、はい、動くかな、まあ、こうなってたわけですが、もう、どうですかね、これちょっと解説をしてもらっていいですかね。板が割れて、はい、この溝にはまっちゃったことなんです。ここはこう、板がこうあったわけですね。なるほど。ボロボロですね。ボロボロ。いや、前から結構危ないと思ってたんですよ。あとこの板を外したかもしれませんね。ああ、それはね、丈夫そうでしたね。これ割れてないですね。ああ、これは割れてますね。まあちょっとこれ鉄板引いた方がいいですね。ですね。ああ、ここもうちょっと ないですね、渡れそうな板が。そうですね。じゃあちょっとまあとりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。一応、救出。はい、今日はですね、これはあの前あの軽トラがここの、まあ要するにここが昔はこういう感じで、この板をこう乗せてこれで渡ってたんですが、もうこの板がもう完全にもうボロボロになってしまいまして、とてもじゃないけど使えなくなっちゃったんで、今回このパイプを伏せて、もう埋めちゃおうというですね、まあ、そういうことをやろうということにしました。はい、
ちょっと、ああ、もうちょっとこっちに寄らないとダメです。むしろちょっと待ってください。これはこっちに、すぐに行きたいんですよ。こっち側はこれぐらい、向こうがいいぐらい。こっち側で、ね、小さいぐらいです。右側、真ん中のいたはこっちぐらい。
そんなもんね。じゃあ一応これでなんとかまあ通れるようになりましたんで、まああとはこれが馴染んでくれるかと思います。はい。以上です。